新町商店会のメンバーが集まって、まあ、町のために何かできないかっていうことから、まあ、去年の6月にまあ、夏に盆踊りをやろうということで、まあ、笛や太鼓を取りに戻ったんですね。まあ、当時はものすごく線量も 高い部分でこう恐怖な部分もあったんですけども、それはあえてやっぱ取りに戻って倉庫から持ち出してきて、で、まあ、夏の盆踊りを開催したっていう経緯もありまして、こういうふうに浪江の町のためにいろいろやってもらえるんだったら、まあ、皆さんの事務所をここに設けて、ほんでいろいろこうやってもらった方がいいですよねっていう話になって、じゃあっていうことでここに入らせてもらった。私ども町と共同で今そういう避難されてる方の交流会っていうのを担当してるんですけども、まあ、福島とかあとはいわきなんかは、まあ、自立する組織、自治会が立ち上がって自分たちでいろいろ考えてやっていこうという部分でこう一歩進んでる部分はあるんですけども、一方郡山とか二本松とか本宮なんかはまだ自治会が組織されてないっていう部分がありまして、で交流会なんかも開いていくときにやっぱりこうなかなか連絡もっていうのも少なかったりするんで、我々もちょっと苦労する面があるんですけども、その自治会を立ち上げていくような計画でいます。まあ、いずれ浪江の町に帰った時と、あとそれまでに暮らす仮の町外コミュニティとかなんかではかなりバラバラで生活するのも、まあ、考えられるっていうかね、そういう中でどういうふうにこの絆を切らさないためにこのネットワークをきちっと構築しながら、皆さんであと元気に浪江に帰れるようなことを考えていきたいです。